こんにちは、月島です。これまでチャンネルストリッププラグインをレビューする動画を4つ作りました。それらを操作したりエフェクトをかけた結果を検証していく中で、イコライザーとコンプレッサーの順番について気がついたことがありましたので、私の今の考え方として動画に残しておきたいと思います。また今回のお話の前提ですが、エフェクトのかけ方は楽曲をミックスする個人の自由ですので、私がこうした方が良いと決めつける内容ではありません。この動画の内容を見て、そんなの当たり前と思う方も多くいらっしゃると思います。ご理解の上でご覧ください。それでは目次です。 EQ とコンプの順番とは、音源にエフェクトをかけてみる、アナライズ結果から気づいたことのまとめ、最後に感想と次回予告です。楽曲をミックスするときは、それぞれの音源に対して基本的にマストでイコライザーとコンプレッサーをかけていきます。イコライザーは余分な帯域の音をカットしたり、必要な帯域の音をブーストして他のトラックとぶつからないように音を整えていくために使用します。またコンプレッサーは音の強弱を整えて音源を聞きやすくするために使用します。ミキサーのトラックを見ていきます。音は上から下へ流れるイメージです。そこで次に考えるのは、イコライザーとコンプレッサーのどちらを先に音源にかけていくか、トラックに挿入するのかということです。これが今回のテーマになります。今はイコライザー、コンプレッサーの順にトラックに挿入されています。それぞれのエフェクトの効果を見ながら言い換えると、先にイコライザーで音をブーストカットしてからコンプレッサーで音の強弱を整えるのか、先にコンプレッサーで音の強弱を整えてからイコライザーで音をブーストカットするのかのどちらかです。ちなみに私は今まで基本的に前者のスタイルでミックスしていました。理由は、イコライザーで不要な帯域をカットしてからコンプレッサーをかけた方が効率的だと思っていたからです。それでは実際に音源にかけてみて、 EQ とコンプの順番を変えるとどのような結果になるのか検証してみたいと思います。今回は検証結果の方に時間を割きたいので、 EQ、コンプの各設定値については割愛します。ただ基本的に前回の動画の設定とほぼ同じにしていますので、気になる方はそちらの動画をご覧ください。ドラムの音源にかけていきます。バイパス、 EQ、コンプとかけた音、コンプ、EQ とかけた音の順番で再生します。 EQ とコンプの設定値はそれぞれ同じにしています。最初に気がついたのは、コンプ、EQ とかけた音が一番音が小さくなっていることです。コンプレッサーの原因は、エフェクトを入れ替えても同じ 2.5dB の設定で、ここに違いが出てきています。イコライザーの聞き具合については、ローカットの部分に大きく違いが出ています。20Hz 以下をローカットしましたが、コンプ、EQ の順番の方がよりカットされています。全体の波形を改めて見ると、 EQ、コンプとかけた方はダイナミクス、音の強弱がある程度保たれた結果で、コンプ、EQ とかけた方はより平坦な結果に見受けられます。
ドラムトラックなどでダイナミクスを優先させたい場合は EQ、コンプ、ダイナミクスを抑えた結果にしたい場合はコンプ、EQ とかけた方が良い結果になると思われます。次はベースの音源にかけていきます。ベースはダイナミクス的には順番を変えてもあまり変わりがないように見えます。ただわずかですがコンプ、EQ とかけた方がメリハリが出ています。イコライザーの効き具合については 2.4kHz 付近と 86Hz 付近に違いがあります。次はギターの音源にかけた音です。ギターはアナライズ結果の波形に分かりやすく大きな違いが出ています。 80Hz 以下をローカットしましたがコンプ、EQ とかけた方はざっくりとローカットされています。やはり EQ コンプとかけるとカットした周波数がイコライザーの後にかけたコンプレッサーによって持ち上げられることが分かります。ハイカットの部分も同じことが言えると思います。またコンプ、EQ とかけた方は 886Hz と 4.2kHz 付近は強調されつつローカットとハイカットがよく効いていますので EQ、コンプとエフェクトをかけるよりも効果的だと思います。ドラム、ベース、ギターの音源にかけた音を見ていきます。アナライズの結果を見て、まず最初に気がついたことがあります。ドラムの音のみにエフェクトをかけた時は、コンプ、EQ とかけた方の音が小さくなっていましたが、ドラム、ベース、ギターをミックスした時の結果は、EQ、コンプとかけた場合と、コンプ、EQ をかけた場合で、だいたい同じ音量になっているということです。これは意外な結果でした。またイコライザーも後にかけた方が自分で想像した通りに効率よく聞いている感じです。実際の音を聞いてみてもわずかな違いですがコンプ、EQ とかけた方が締まっているミックスと感じました。以上のような結果になりました。
アナライズの結果から鑑みると、効率よくエフェクトをかけられているのは、やはり先にコンプレッサーで音の強弱を整えてから、イコライザーで音をブーストカットするという方であると私は思います。理由は前の章でも述べた通りで、イコライザーの後にコンプレッサーをかけると、せっかくイコライザーでカットした帯域がコンプレッサーによって持ち上げられているためです。ということは、私が今まで行っていた先にイコライザーで音をブーストカット、主にカットしてからコンプレッサーで音の強弱を整えるというのはあまり効率的ではないということになります。ただこれはそれぞれのエフェクトに何を求めてかけていくかということでも見方は変わってくると思います。私の場合は最初にかけるイコライザーには他のトラックと被る不要な帯域をカットすることを求めています。そういう観点から見るとコンプレッサーの後にイコライザーをかけた方が効率的ということになります。ちなみにレビューしていて気がついたのですが、 SSL のプラグインもデフォルトがコンプ EQ ですので、このルーティングの方が効率的なのを示しているのかもしれません。ただ EQ コンプの方が生きる場面も必ずあると思います。最初にお話しした通り、エフェクトをかける順番は個人の自由であり、私も決めつけているわけではありません。ただどちらを先にしたら効率よくエフェクトをかけられるかについて、私の中で現時点での答えはコンプレッサー、イコライザーの順番だと思いました。この動画を見た方もぜひ自分なりのエフェクトのかけ方を研究してみてください。次回はルーペデック CT という動画編集ソフトや DTM ソフトをコントロールできるガジェットを購入しましたので、開封レビューをしたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。